はい、今回ですね、GU で絶対にこれお値段以上の値打ちあるなっていうかっこいいねブルゾンを発見したので、今回はねそのブルゾンを連れて帰ってきちゃいました。なんでね、秋にね活躍するトレンドのブルゾンを何かね探している方はぜひねこの動画をチェックしていただいて、お買い物をね参考にしていただければ幸いです。このチャンネルでですね、164センチの僕がですね案件なしで動画をね投稿していますので、よかったですね日々のお買い物の参考に、またですね僕みたいに低身長でね悩んでいる方はスタイリングとかもね参考にしていただければ幸いです。あとはですね、シウンというね低身長男性に向けたブランドも運営していますので、よかったらチェックお願いします。今日も上下シウンでお送りします。で本編どうぞ。今回紹介していくブルゾンがですね、はい、こちらアイテム名がスタンドカラーブルゾンでございます。非常にねトレンドのシルエットをしていてかっこいいですね。今はね空前のスタンドカラー系のブルゾンとかこういうニットトレンドですので、1個ね持っておいても確実にね後悔しないかなと思います。このアイテムですね、まず最初に弱点言うわ。その1個の弱点以外いいポイントばっかなんで、先に弱点言います。生地です。生地ポリエステル 100% で、よくなんか GU ポリって言って、まあコメント欄とかでもたまにいじられている、そんなね素材感をしているんですが、何がね悪いかというとテカリがちなんですよね。ツヤ感が今やったら分からんけど、光の強いどっかの室内とか行くと結構ね光っちゃうんよ。それがね懸念点かなと思います。ただそれ以外にはシルエットデザイン性はね申し分ないアイテムかなと思います。じゃあ詳細をね見ていきましょう。まずですね、こちら詳細見ていきます。こちらフロントにですねジップがついていまして、襟元はねこのようにボタンがついているスタンドカラーのアイテムになっております。このねボタンを閉めてこのようにね着用できます。ジップはシルバーのね四角いボタンが使われております。で裏地はねこのようにチェックがブルーベースかなチェックが入っております。なんで本当にあのイギリスのね古着を感じるような、そんなねアイテムですね。で袖口はねこのようにちょっと太めでボタンがね付けられております。古着でねあるって言ったけど、古着である分には袖口が細かったり全体的にねタイトなサイズ感が多い中、やっぱ GU さんはねトレンドを抑えてますので、結構オーバーサイズで作られていて、そこがねいい点かなと思いました。僕はさらにオーバーサイズで着たかったんで、今回はサイズをアップして L サイズをね買ってきております。こんなトレンドを抑えていてデザインも申し分ない弱点が生地だけのアイテムですが、普通こういうブルゾンってまあ普通に3万ぐらいするよね。でまあこの生地感で言うとまあ1万前後はねしてくるんかなと思うけど、これね4990円で買えるんよね。めちゃくちゃ安いよね。これ5000円ですかっていう、古着で買っても5000円、なかなか見つけられへんやろこういうのって。そう思ったらさ、めちゃくちゃコスパいい安いなってね思いました。じゃあこのアイテムをね使ってコーデを組んでいきましょう。はい、ということで1コーデ目紹介していきます。1コーデ目はこちらですね。デニムとアディダスのスニーカーとこのねジップを全部閉めて合わせてみました。まあ一応開けても着れんねんけど、基本的にはねこうやって閉めて合わせたいなと思っております。 L サイズをね買ったんですけども、ちょっと大きめで着てみました。やっぱ GU ってこれ4990円でさ買えるから、サイズ感とかさ高い服やったら冒険できへんやん、買って後悔したらどうしようって。でも割とプチプラの服だから挑戦的に L サイズ大きめを買ってみました。外でね見てもね生地感のちょっとチープな感じはあんまり気に入ってないけど、まあ、シルエットとかデザインは、まあ、抜群に可愛いかなと思います。ポケットで、ね、突っ込んだりしてんねんけど、そのポケットにボタンとフラップがついてんねんけど、これね見た目はかっこいいねんけど、ポケットに手突っ込む際はすごい突っかかってね突っ込みにくかったなという印象です。あともう一個言うと、やっぱこう着用シーンでもこう光が反射して目立つと思うねんけど、チップがねこれなんかねうまく収まらなくてギラギラしててね目立ってね、これはちょっと顔周りなんでジップはどうにか収まらないかなと思いました。下半身はシウンでねもう少しで情報解禁できるであろうデニムをね合わせております。やっぱねこういうブラックの重ためなアウターこそ軽いデニムと合わせてスニーカーでね全体のイメージを引き締めるっていうコーデがしやすいかなと思います。両方ともまあブラック系でももちろんかっこいいけど、こうやってね淡いデニムを履くことによってトレンド性もすごいコーデになるし、デニムってねサイズ感むずいから僕もあんま履かへんねんけど、シウンのデニムに関しては 164cm 短足の僕に合わせてるからね結構シルエットも綺麗になってるんで、このねブルゾンとの相性がすごくねいいのかなと思います。次はねこちら白コーデュロイのパンツと合わせてみました。このコーデュロイもね11月ぐらいかな情報解禁をねできたらいいなと思ってる、まあシウンのね冬のコレクションのパンツの一本でして、この組
み合わせいいよね。ブルゾンがさ、ハリントンジャケットっぽいやん。ハリントンって多分イギリスとかのさ、ヨーロッパの服やんか。で、このね、コーデュロイトラウザーもイギリスの英語でさ、スラックスっていう単語らしいねんけど、やっぱこのトラウザーズのこのヨーロピアンな雰囲気がさ、大人メンズファッチみたいな雰囲気でね、このコーデは結構好きです。靴はね、スニーカーでも良かったんけど、結構切れ目に引き締めたかったんで革靴を合わせております。唯一ね、失敗した点がね、これみんなにもね気をつけてほしいねんけど、ジャケットのスタンドカラーの部分のボタン結構締めたり開けたりしてみてんけど、締めた方がいいわ。開けると襟周りがダラーンってしてね、だらしない印象になっちゃって、僕がこう顔がでかいから首をね短く見せたら顔がでかく見えちゃって変な感じになっちゃうから開けてんけど、開けたら開けたでめっちゃだらしないんで、ここはね締めての着用をおすすめします。このコーデもやっぱシルバーのジップの掴むところが目立ってるね。これどうにかならへんかな。で、さっき触れたフラップ、これは多分締めてさ、パンツにポケットに手突っ込んだりしてんねんけど、締めた時の見た目はめっちゃかっこいいな。このパンツもね、シルエットとかを絶妙に調整していて、ただね、シルエットは今のトレンドのワイドシルエットで、これはね、なかなか上品でかっこいいコーデができたなと思います。よかったらやってみてください。はい、ってことでね、今回こちら GU のねブルゾンを紹介していきました。このね、やっぱ生地以外の点で言うとなかなかねコスパエグいし、コーデもねさっき見せたようにかっこよく組めるんで、ぜひね GU でチェックしてみてください。ブルゾンをね探されている方は、秋春とね着ていただけるアイテムですので、冬はねちょっと寒いかもしれんけど、秋春とね着ていけるブルゾンをね探している方はぜひねチェックしてみてください。こういうねハリントンジャケットっぽいねアイテムはほんまに流行ってるから、ぜひね気になった方はお早めに。もちろん案件じゃありません。はい、今回のが参考になったらぜひねチャンネル登録をお願いします。普段はね低身長でも低コストでかっこよくなる方法とかも発信していますので、よかったですねチャンネル登録をぜひお願いします。ではご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。以上、アレブデルシ、バイバイ、アシャ。